ボルト、遅いね。あいつ、今日が中忍試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。ふん、ずいぶんと自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ。火影の屋敷の前で木ノ葉丸先生が待ってる。あのね、はん？
な。おお、あのな、あのよ、ああ、お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それでは、これより中忍試験、第一次試験を始めます。下忍の皆さんには、10個の問題を出題します。皆さんは、これだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば、一次試験合格です。よし、やってやる。それでは、第一次試験、開始。これ、なんだっけ？確か、この答えは…これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ、少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら、俺に声をかけろ。はい。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。
中任試験、第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うでいきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。順調順調。よっしゃ、やったぜ。みつき、そっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？ばっちり順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。ほかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。新しいゴールデンフラッグを設置したわよ。いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。
をもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ヒントを送るわね。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。っていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。そこまで。すげえの手に入れたぜ。試験終了。よっしゃ、俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったなお前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五掛けが観覧される中で一対一の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ。とりあえず、二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自、今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。
そうやし。